それでは、長岡技術科学大学の勝田が、表題の論文について紹介します。はい、今回、エルモとかバートとか、そういう文脈を考慮した単語の埋め込みモデルっていうのが、最近は出てきていると。で、そういう多くの場合、文脈に依存するというか、その文脈が変わると、単語の埋め込みも変わるっていうことで、それが、語義曖昧性とかにはいいとか、そういうふうなことも言われるんですけど、今回はそれで、文脈が同じようなものでも、ちょっと変化されしたりする場合に変わってほしくないとか、そういうことで、今回そういうそれを改良、するアプローチを提案しています。で、文脈化されている単語を さっき言ったように、今回エルモを使うんですけど、それが文脈の意味的等価性を正確に表すことができていないということで、下の表にあるように、ちょっとした実験を行っているんですけど、例えば「How can I make bigger my arms」と、こっちのビッグそれぞれ同じ文ではないんですけど、同じ単語について、それでコサイン類似度とか、純粋に距離が、どうなっているかみたいなものを見たときに、同じような意味で使われていたとしても、なんか距離が離れてしまうといったような、問題があるということです。で、今回2位の事前学習された、埋め込みに適用できる、シンプルなモデルということで PAR というものを提案しています。直行変換レイヤーを、中に組み込むというようなことをしています。で、これで、言い換えの文脈同士のを、近づけて、行こうというような内容です。で、実際にモデルとしては、この表の、この黄色い部分に、直行変換を加えるレイヤーをつけて、ベクトルを出力するというようなモデルになります。で、意味が同じものと違うもので、それぞれ近づけるのと、ネガティブサンプリングみたいなものを、学習させます。今回、ちょっとした定義になるんですけど、長さ L の文字列、単語列を S と定義して、それに対する入力されて出てくるものを E という E で、E かこ WS で、その文の中の、単語の、ベクトルみたいな感じで、表して、で、実際に計算する式は以下の通りになります。で、今回、文脈の距離っていうのを、L2 距離っていうことで計算して、それぞれのエンベディングの差を、事例を取ったものになります。で、ここにあるのがその各、既にあるで、言い換え、パラフレーズのデータセットで、同じ距離になるはずっていうのがこの S1、S2 で、こっちの S1 ハット、S ハットは純粋にランダムに取ってきて、意味が遠くなるだろうというネガティブサンプリング的な部分になります。で、純粋にここは直行座標を、正規化するための、ロスになります。で、一番下の式がなんで最終的に最適化する、その関数になって、ラムダは、ハイパーパラメータです。で、今回これを、エルモに突っ込んで、いろんなタスクを使って、評価をするというようなことになります。セントエバルのフレームワークを、評価に使って、エルモの全部のレイヤーを使ったもの、またはトップのレイヤーを使ったもので、評価を行います。で、実際に使うタスクは、大まかに分けて以下の通りになっています。で、結果です。全体的に PAR を適用することで、精度が2から 4% ほど改善しているというふうに、筆者らは述べています。
まあ、実際にまあ上の2つがまあ従来のまあエルモに対して、まあ下が PAR を適用したもので、まあ括弧の中に書いてあるのはそのまあパラフレーズの文章をまあどのデータセットから取ってきたかというようなものになります。まあ、MRPC というデータセットからまあパラフレーズを取ってきて、まあその直行座標を学習させるというのがまあ一番上になっていて、まあですね、まあそうですね、特にどれがという感じではないんですけど、まあ、全体的にはまあ、PAR を使うことで、まあ、従来のエルモよりは精度が上がるような、まあ、傾向が見られるということです。で、まあ、あと質問応答のタスクでも、まあ、ちょっと試してみて、まあ、MRPC で学習させると、まあ、良くなるというようなことを、まあ、示しています。まあ、で最後にまあちょっとしたまあ出力例になるんですけど、まあ実際にじゃあさっきイントロダクションの方で示したのがどういうふうになるかっていうのをまあ今回まあ表示していて、まあ実際にこうよりさっきよりも近づくものとまあ離れるものでまあ差ができているっていうようなことを述べていたり、まあエルモのまあ下のオールディアとまあなんだっけこれ、シャラバザ、まあ実際にその、まあ、パラフレーズのとの距離がどうなっているかっていうのをまあ出しているんですけど、まあ、PAR を適用すると、まあ、全体的にパラフレーズ同士のペアの単語っていうのは近づいて、ノンパラレルのものに対しては遠くなるっていうような変化が行われているってことが分かります。で、まあ、今回のまとめとしては言い換えで、まあ、意味的等価性の情報っていうのがまああるっていうことで、まあそれを使ってまあ文脈化された単語の埋め込みを改善する方法を提案しています。で、まあ PAR っていうものを提案していて、まあそれによる直行座標を学習するというモデルです。で、セマンティックタスクでまあ幅広く L もまあ上回るような成果を出しています。以上で発表を終わります。